片山隆史は兵庫県生まれのモーターサイクルロードレースライダー。1977年に日本出身者として初めてのロードレース世界選手権チャンピオン獲得。WGP 参戦当時の愛称はプリンス。または名前からズーミングカッツ。在日韓国人。2011年災害事業として一般社団法人バートインターナショナル及び 緊急災害対策チームバートを設立同社の代表理事に就任する。16歳でバイクの免許を取得、ホンダ CB450 で走り始める。18歳の頃に F1 ドライバーを目指し、4輪車でジムカーナを始めるが、先輩から4輪をやるなら2輪から入れとの助言を受け、20歳の時にバイクレースを始める。 兵庫県六甲山の街道レーサーから1971年、神戸好みレーシングからロードレースデビュー。当時のクラス分けのノービス、ジュニア、エキスパートジュニアをすべて1年でクリアし、1974年には当時国内最高のセニアクラスに昇格する。1974年、片山は契約していたヤマハから強引に許可を得て WGP に参戦した。 これに対してヤマハは全面的な支援はせず TZ250 を対応するのみでメカニックもおらず、片山自身がマシンの整備、チューニングを行った。初めてのヨーロッパを一人で転戦するのは大変だったが、ヨーロッパのヤマハ現地法人であるヤマハ NV の契約ライダーのケント・アンダーソンが面倒見の良い人だったので、片山は彼の助けを借りてヨーロッパを転戦した。 片山は WGP 第6戦のダッチ TT から 250cc クラスで参戦。予選で3位になり、決勝レースでも3位を走っていたのだが、リアブレーキのトルクロットが折れるというトラブルに見舞われて、リタイアとなる。参戦開始から3レース目の第8戦スウェーデン GP で早くも独走で GP 初優勝を飾る。スペイン GP では不運に見舞われた。トップで走り、 このまま行けば、ランキング2位は確実と思われた状況だったのだが、ブラインドコーナーの立ち上がり地点で、クラッシュしたマシンの消火活動のためにコースを横切っていた消防士と片山が激突してしまったのだ。片山は転倒し、そのままリタイア。消防士は即死という不幸な結果となった。この年は、シーズン後半の6戦しか出場しなかったにも、かかわらず、 ランキング4位を獲得。決勝レースの半分以上は、一旦はトップを走るという活躍を見せた。また、当時、片山は、トレードマークとして、天ン虫のイラストを、リアカウルに描いて、レースに出場していた。参戦当初は、好んで座禅をしたり、日の丸の鉢巻きを装着して、レースに挑むなど、その気候と突然変異的な、速さから、 オリエンタルミステリーと揶揄されることもあった。片山は集中力を得る方法として座禅を行っていた。当時の WGP では、現在の WGP から見ると、各ライダーはかなり強引な走り方をしていた。コーナーでイン側に入ると、アウト側のライダーをどんどん外側に押し出すようなことが、当たり前のように行われていた。アウト側のライダーはそのままでは、コースアウトしてしまうので、 仕方なくスロットルを戻し、イン側のライダーの後方に下がることになる。カヒデ秀夫もやあのサーリネンとカウリングをぶつけ合いながら走り、そこにフィルリードも加わり、三つどもえの戦いになるという状況がごく普通であった。相手がスロットルを戻すまで完全に抑えるという意気込みで、各 GP ライダーは走っていた。根本健や川崎博之も、そのような走り方をしていた。 片山は富士スピードウェイで飛ばされたことがある。1974年はケニー・ロバーツも WGP に初参戦したシーズンである。片山と同じ 250cc クラスに出場した。このシーズンはイタリアのアエル・マッキのエンジンを搭載したハーレー・ダビッドソンのワークスマシンが早く、ウォルター・ビラが世界チャンピオンとなった。後の WGP500cc クラスチャンピオンの フランコ・ウンチーにも会える末期のハーレー・ダビッドソンに乗っていた時期もあった。次の表は、片山の1974年250、シ c クラスの成績である。1975年は大半を国内レースで過ごす。この年、シーズン途中に米国モーターサイクリスト協会のオンタリオ200マイルレースに参戦。総合で、ケニー・ロバーツに次いで2位となる。 結果は 250cc クラスで2位、750cc クラスで4位であった。当初、片山はアマのライセンスを取得して、ダートトラックレースやロードレースの全米選手権などに参戦するつもりであったが、アマのライセンスが取得できなかった。オンタリオのレースはインターナショナルレースだったので、日本のライセンスでもエントリーすることができた。また、片山は、 アメリカの雰囲気が自分には合わないと感じていた。片山にとってアメリカの雰囲気はドライすぎ、日本の雰囲気はウェットすぎ、半々ぐらいのヨーロッパの雰囲気が自分に合っていると感じた。1975年のシーズンオフに石油ショックの煽りを受けてレース部門縮小を行ったヤマハから契約解除を申し渡される。この時点で、 片山はレースから足を洗うことも考えたというが、その直後に同じ GP ライダーのチャスモーティマーからの誘いを受けて、再び WGP に今度はプライベーターとして参戦することを決意する。このシーズンは日本のガスライター会社であるサロメがスポンサーとなった。サロメはすでにヨーロッパにおいて自転車レースのスポンサーになっていた。片山は1975年は ヤマハの契約ライダーだったので年収は800万円を超えていたが、1976年はそのような収入はなく、サロメがスポンサーについてはいたがヨーロッパでの生活は苦しく、レース用のマシンも片山自身で購入しなければならなかった。インターナショナルレースで賞金を得ながら、このシーズンから国際モーターサイクリズム連盟の下で開催されるようになった。 フォーミュラ750と WGP250cc クラス、350cc クラスに参戦。また、マンシマ TT レースでは 500cc クラスとプロダクション 250cc クラスに参戦し、このシーズンは約75戦のレースを走った。レースで良い結果を出していたので、スターティングマネーはトップクラスの金額になったのだが、 一シーズンのレース活動にはそれでも十分ではなかった。日本から呼び寄せた二人のメカニックも生活のひどさに耐えきれず2から3ヶ月で日本に帰ってしまった。結局知らない人間も含めて8人ぐらいのヘルパーの助けを借りてレースを走ることになる。このシーズンは最終戦のスペイン GP 以外は全レース走り、ランキングは 250cc クラス2位。 350cc クラス7位、500cc クラス20位、F750 クラス11位であった。1977年シーズン1977年も、片山は、サロメのスポンサーのチームで参戦する。当初は、鈴木 RG500 で 500cc クラスにも参戦する予定でいたが、RG500 が入手できなかったため、250。 CC クラスと 350CC クラスに参戦することになる。今シーズンの初戦はデートナで200マイルで3位、100マイルで2位となる。昨シーズンは1シーズンでメカニックなどが8人も変わったので、片山は昨シーズン終了後に日本に帰ってからメカニックを探し始める。目星をつけていた人物が今シーズン以降、片山隆沈のチーフメカニックとして、 WGP を転戦することになる杉原慎一である。当時杉原は片山吉美の松田ロータリーエンジンのチューニングを担当するチーフメカニックであったが片山高渋美が何度も頼み込み WGP に一緒に来てもらえることになった。その後ヤマハモーター NV と契約した片山は新開発の3気筒エンジンと従来の2 気筒エンジンの2種類の TZ350 をサーキットによって使い分け、日本人初となる WGP350cc クラスのチャンピオンとなる。ただし片山は韓国籍なので、正確には日本のフェデレーションに所属する選手として初の世界チャンピオン、もしくは東洋人初の世界チャンピオンと表現すべきだろう。片山はユーゴスラビア GP の前に、 ベルギーで行われたインターナショナルレースで転倒して鎖骨を骨折してしまった。ユーゴスラビア GP の予選の日まで1週間もなかったが片山は手術を受けスチールプレートとボルトで骨折した鎖骨を固定してユーゴスラビア GP に臨み 350cc で優勝しただけでなく 250cc でも2位になり人々を驚かせた。 7月29日30日、今トラで行われた決勝レースでは3気筒 TZ350 を走らせて優勝し、最終戦を待たずに 350cc クラスのチャンピオンが確定し、月間し、元ライダーの表紙を飾った。このレースでは3気筒エンジンの状態は悪く、チェッカンフラグが振られる時点では2気筒しか動いていなかった。三気筒 TZ350 は、 実質片山スペシャルで、その後まともに乗りこなせたレーサーは存在しない。チャンピオン獲得後のコメントでも、チャンピオンは取れると思っていた。自分ほどチャンピオン取るために、準備や努力をしている人間はいないし、取れなければおかしいとさえ思っていたと語る。250cc クラスでは、ランキング4位となる。1970年代初頭に、ヤマハのワークスライダーであった。 元橋明康氏は次のように語っている。片山は立派だ。世界チャンピオンを取るには、ただレースに早いだけではダメで、生活全般にわたって、欧米人ライダーと戦えなければならない。そういう意味でも、彼はよくやったと思うしかし、片山の世界チャンピオンシップ獲得は日本ではほとんど知られておらず。 1977年シーズンのモータースポーツ記者クラブの年間クラブ賞では、片山は世界チャンピオンになったにもかかわらず先行から外れそうになった。しかし数人の記者が片山のことを知っていたので、そのような事態は避けられた。当時はバイク雑誌でさえ片山を表紙にしたのは月刊誌、元ライダーぐらいであった。当時、WGP を前線を取材している。 日本人は、フォトグラファーのキビキシゲをしかおらず、キビキも多額な自己負担をしながら、取材をしている状態であった。日本では、ライダーもジャーナリストも WGP 関連だけの、収入では食べていけない状況であった。それだけ日本では、WGP の認知度が低かったのである。泉雄二は、片山のために、記者会見を計画したが、マスコミ関係者を集めることに奔走した。 記者会見の会場やコーヒー代などは泉が負担しなければならない状況であった。泉は通信社の知人に頼み、片山の世界チャンピオン獲得を配信してもらった。泉は1978年にヨーロッパの F2 に参戦していた星野和義から片山さんはどうやってヨーロッパで戦っているんですかと尋ねられたことがある。星野は ヨーロッパのドライバーたちの強引な走り方に戸惑っていたようである。片山も1974年の WGP 発参戦時にコーナー侵入時にヨーロッパのライダーに強引にイン側に入られヨーロッパのレースの洗礼を受けた。しかし片山はそれにひるむことなく次の週では同じことをそのヨーロッパのライダーにやり返した。 1978年シーズン1978年は、ヤマハ NV は日本からイザー500を約1500万円で購入して、それを片山に与え、片山 500cc クラスと 350cc クラスに参戦することになる。ヨーロッパのヤマハ NV は日本のヤマハ発動機の現地法人であるが、経営は独立再産制になっているため、イザー500を 日本のヤマハ発動機から購入しなければならなかった。また、今シーズンの川崎 KR350 は、とても早く、3気筒 TZ350 でもかなわなかった。ヤマハ NV から与えられたイザー500も、日本のヤマハのワークスマシンのイザー500とは異なるものであった。350cc クラスでの片山は、サンカルロスとニュルブルクリンクで優勝して、 年間ポイントを77獲得し、年間ランキング2位となる。同年のチャンピオンは、川崎のワークスマシン KR350 に乗る、コークバリントンで、6回優勝して年間ポイントを134獲得した。ニュルブルクリンクでは、川崎 KR350 を狩るコークバリントンと、死闘を繰り広げ、最後の3週は、コークとテール2ノーズでの接戦となり、フレームを降りながらも、 トップでチェッカーを受ける。レース後、TZ350 のタンクを外して点検すると、フレームが折れていた。片山はコークに3回も点灯しそうになったと話すと、コークも分かっていたよ。俺も転がりそうになったと言って笑った。この年、2度目のチャンピオンを獲得するチャンスはあったが、コークバリントン川崎 KR350 の速さに屈する。 1978年シーズンの片山のランキングは 350cc クラス2位、500cc クラス5位であった。各レースの結果は次の通り。片山は 500cc マシンでも 350cc マシンを走らせるときと同じようなライディングをしていたために 500cc マシンでは思ったように速く走ることができなかった。その上、片山に対応された。 いざー500よりも RG500 の方が早かった。片山は RG500 に乗るパッヘネンに次のように言われた。お前の500は亀より遅い1979年は、ホンダの WGP 復活と同時に同チームに移籍。ホンダと契約した理由を片山は次のように語っている。一言で言えば、ホンダが好きだからです。この時ホンダが用意した。 革新的なダイエ円ピストンを採用した新開発4ストローク V 型4、気筒マシーン NR500 は思うように開発が進まず、成績も低迷する。1979年シーズンはイギリス GP とフランス GP のみ参戦するが、2レースともリタイアとなる。1980年は途中から参戦し、鈴木の市販ロードレーサースズキ RGB500 でも、 レースに出場し、ミザノと、ハラマ、ポールリカールでポイントを獲得した。1981年は、片山はレースをしていく上で最も苦労したシーズンであったが、NR500 は片山にとって夢のあるバイクでもあった。しかし、片山は NR500 ではポイントを獲得することができなかった。NR500 の3年間は、 グランプリライダーとして一番良い時期を無駄にし、もし RG500 に乗っていたら、チャンピオンになれたかもしれない、と言われていたし、片山は、ホンダのテストライダーになり下がってしまった、という人さえいた。片山自身も NR500 から10年を経て、次のように語っている。今では時効かな、あの3年間、レーサーとして棒に振ったな、1982年シーズン1982年は、 ホンダが新たに軽量コンパクトナニストローク V 型3、気筒エンジン搭載の NS500 を実践投入。片山は NR500 から NS500 に乗り換えてみて自身のライディング技術が落ちていることを実感した。ヒラリングの技術が落ちていたのだ。以前片山はホンダ CB250RS の宣伝をしている時にヒラいヒラりの感覚と語っていたのだが、 その感覚が、NR500 の3年間で鈍増していたのだ。それでも、第10戦スウェーデン GP では優勝し、1975年の金谷秀夫以来、日本人2人目の 500cc クラス優勝を飾る。第13戦3割の GP でもファーストストラップを叩き出し、フレディスペンサーよりも早いラップタイムで走ることができた。ただ、片山の場合は調子を上げてきて、 トップクラスの速さになったに過ぎず、フレディなどのように常にトップクラスの速さを維持できる状態には至っていなかった。このシーズンの WGP500cc クラスは、ライダーとレース主催者との間で一波乱あった。第三戦フランスが、片山も含めて、ほとんどのワークスライダーに、ボイコットされた。その理由は、このガロの路面状態が悪く安全上問題があり。 またパドックの状態も悪いためであった。1982年シーズンの片山の戦績は以下の通り。1983年シーズン1983年、片山は専属トレーナーを伴って WGP を転戦することにした。そして今シーズンは昨シーズン終盤からの好調を維持し、GP 史上に残る激しいトップ争いを行っていた。 フレディ・スペンサーとケニー・ロバーツとの間に割って入る、活躍を見せる。ダッチ TT のレース終盤では、先頭を走っていたケニーは、勝利を確信して、スピードを落としていたが、その背後から片山が迫っていた。しかし、ケニーはそのことに気づかず、チェッカンフラグが振られた時には、ケニーと片山の差はわずか0.19秒であった。ケニーが優勝し、片山は2位となる。レース後、 ケニーは次のように語っている。僕は高積とは3秒以上差があると思っていたよ。本当さ。君は僕と高積の差が1.8秒に見えたかいだからゆっくり行ったんだ片山もレース終了後に彼を囲む各国の報道陣に次のように語った。今年最高のレースだったよしかし、最終戦の3マリの GP で転倒背骨を、 圧迫骨折するという重傷を負ってしまい、ランキング5位に終わる。このシーズンは優勝はできなかったが、2位2回、3位2回という成績を残し、表彰台に4回上がっている。第1戦と第2戦、最終戦がノーポイントのためにランキングは5位になってしまったが、フレディ・スペンサーやランディ・マモラは、片山は実質的には3位だよと語っている。 1983年シーズンのレースで、ケニーとフレディの戦いに加わることができたライダーは、片山とランディの二人ぐらいであったが、二人とも彼らにはとてもかなわないと言い,い、片山は彼らは神の領域に入っている、彼らに追いつこうと思ったら死んじまうよと語っていた。今シーズンのケニーとフレディの走りはそれほどすごい、ものであった。1983年シーズンの結果は次の通り、 1984年シーズン1984年は、シーズン前半は圧迫骨折の療養のため参戦、できず、思うような成績も残せなかった。1985年シーズン1985年は、ホンダワークスを離れ、自らのチームを引き、ホンダからのマシン対応という形で新たにロスマンズのサポートを受けて、従来の NS500 で参戦する。片山は、 NS500 のフレームに HRC 純正のものの他に RS500 用のニコバッカー製フレームも使用した。このフレームはキャスターアングルとトレイルが可変式である。ニコバッカーは片山の注文によりフレームを作り替えを行っている。エンジンはメカニックのスゴー工機が組み直している。スゴー曰く組み直すとバッチリ走るから。 工場で組むときはそんなに丁寧でもないし、神経を使っているわけでもないから。この年、片山は最初のレースとして4月14日に開催されるイモラ200戦だ。w g p の第一戦は3月下旬に南アフリカ共和国のキャラミサーキットで開催されたのだが、片山はこのレースには出場せず、片山のマネージャーのジョンドシスの家でテレビ観戦していた。 テレビのアナウンサーから、片山という言葉が出ると、ジョンが同席していた、泉雄二に向かって、次のように通訳した。片山は、南アフリカ GP には抗議して、不参加。イタリアのイモラで行われたイモラ200マイルレースの第1ヒートでは、片山は、エディローソン、ランディマモラに次いで3位に入った。第2ヒートでは、ガソリンタンク株の部品の取り付けの不備により、 ピットインしたためにタイムを下ろすし、6位となってしまったが、総合で3位になった。今シーズンの片山にとっての WGP 第1戦目は、WGP 第2戦のスペイン GP である。決勝レースでは3位を走っていたのだが、11周目にクラッシュしてしまった。第6戦ユーゴスラビア GP では、序盤戦で、フレディスペンサーと4位争いをしていたが、 高速コーナーでローサイドクラッシュをしてしまい、肋骨と首を痛めてしまった。新型 V4 マシーン NSR500 をはじめとするライバルに戦いを挑むも、1983年のような速さを取り戻せず、第8戦のベルギー GP で8位入賞後、次のフランス GP の予選終了後に突如として引退声明を発表。WGP り引退した。後に、 レースを走りたいと思っていない自分に気づいたからと引退の理由を語っている。レースに燃えるものがなくなったのでとも語っている。1986年から全室のレーシングチーム、片山で監督として全日本ロードレース選手権に本格参戦。国際 A 級を目指す国内の若手、堀吉成、鈴木博之、鈴木厚志を抜擢。 ジュニア 250cc クラスへの参戦チームとしては、異例の恵まれた体制で市販 RS250 を用意して参戦させ、国際 A 級 250cc クラスには、世界選手権への進出を熱望していた、北翔介、ベテランの菊池聖ら荒井お一という体制で、RS250 にて参戦。世界選手権 250cc クラスへは、 フランス人のベテランジャン・フランソワ・バルデを起用。負傷により長期欠場してはいたが、片山以来のグランプリ優勝の期待があった1983、全日本チャンピオン、福田テルをワークスマシン NSR250 で参戦させる体制を作った。福田は、負傷に苦しみ戦列復帰できず現役引退を発表し、代わりにシーズン途中から、 イタリアのベテランバージニオ・フェラーリが加入。WGP500cc には、レーモン・ロッシュを起用し、NS500 で参戦。東亜国内航空や、ロスマンズのスポンサードもあり、バルデが世界ランキング5位、ロッシュがランキング7位を獲得。1987年になると、WGP250 にステファン・メルテンスとドニー、マクレオドを起用し、 オリジナルのカーボンフレームにホンダエンジンを搭載したマシン、赤飛ばを投入しての実践や開発にも着手。国内では、同年に国際 A 級に昇格した堀と鈴木が安定感を増し、1988年になると全日本選手権の年間ランキング3位と5位を獲得など、チーム運営はいくつかの成功を経た後、数年で解散。日本人最後の コンチネンタルサーカス具現者。1990年1991年には、ダカールラリーにも参戦し、1990年は、三菱自動車のサポートを受け、パジェロ改めの PX33 で出走し、総合25位で、完走。1991年は、日産、パルサーをベースとした、オリジナルマシンで出走するもののリタイアに終わっている。 プライベーターとワークスその時代背景片山は、オランダのヤマハ現地法人と契約するに至ったが、その身分は、以降のミドルクラス、その後のクリスチャンサロン、ベネズモトのカルロス・ラバードと比較しても、ワークスやセミワークスと呼ぶにはあまりにも脆弱な体制であり、ヤマハのレース年表にもあくまで、プライベーターとして、最後の世界チャンピオンと記されている。片山の立場は、 シュバリエやハリスといったコンストラクターのマシンを走らせているレーサーと同じ立場との考えで普及契約を断ってヨーロッパに渡った片山の微妙な立場が見て取れる。250cc、350cc クラスだけ見てもコークバリントンやアントン・マンクが片山のチャンピオン獲得後、県鈴木率いる川崎ワークスで圧勝を繰り返す。70年代後半の 350cc クラスは、 ただ一生を挙げるだけでも困難だった時代であり、250cc にしても、川崎ワークスが撤退する83年まで、プライベーターの勝利は遠いものであった。77年、片山のチャンピオン獲得は、以降多くのプライベーターを勇気づけ、WGP を支えているのはワークスではない。多くのプライベーターたちがどのヨーロッパ、コンチネンタルサーカスの常識を形成する。 3気筒 TZ3503 気筒 TZ350 は、ヤマハのオランダの現地法人、ヤマハ NV が開発、製作したマシンで、これは 250cc の TZ に1気筒を追加して 350cc にしたエンジンを搭載していた。1977年と1978年に、片山隆沈が走らせ、 1977年に 350cc クラスのチャンピオンとなる。エンジン出力は約 80ps。キャブレターは当初はミクに、その後、レクトロンに変更した。これはメインジェットがなく、ニードルジェットだけで調整する仕様であった。ラジエーターは TZ750 用を使用。車重は 128kg。3気筒 TZ350 は、 直線は速いが、コーナリング性能は悪い。このような特性から、片山は、タイトターンが多いサーキットでは2気筒 TZ350 を、平均速度の速いサーキットでは3気筒 TZ350 を選んで走った。この3気筒エンジンはセッティングが合えばに、気筒エンジンより 10PS 近い大きな出力と速度が期待できるそうである。エンジンの開発は、 ケント・アンダーソンが担当した。1977年型3気筒 TZ350、1977年型3気筒 TZ350 節、1977年シーズンにある実質型山スペシャルとは、高出力化を図ったピストンリードバルブエンジンゆえの宿命であり、あまりにもピーキーなエンジン特性で、他のヤマハ契約レーサーが乗りこなすことが困難で、 あったためである。当時、ハードライディングと結出したテクニックで、他の追随を許さなかった、片山の存在こそが、3気筒 TZ350 の階層には、欠かせなかったということだ。ヤマハ NV、ヤマハ NV は、ヤマハのオランダの現地法人である。当時のヨーロッパのヤマハ NV は、日本のレーシングチームとある、程度競争していた。日本から来る、 レーシングチームはレースに勝つと日本に帰ってしまうが、ヨーロッパのヤマハイの部はレースに勝つことの他に、売り上げの向上、バイクレース文化の発展を目的とし、それが結果としてメーカーにフィードバックされると考えていた。勝つことだけを目的に、ヨーロッパにやってくる日本のレーシングチームとはバイクに対する考え方が異なっていた。 WGP の日本人1977年シーズンの WGP 前線に参戦する日本人レギュラーライダーは片山と根本健の二人だけであった。浅見貞田はフル参戦させてもらえなかった。WGP 前線を取材するジャーナリストもフォトグラファーのキビキ修行ぐらいで、しかも彼は家は持たずにキャンピングカーで寝泊まりし、 一泊500円ぐらいのキャンプ場で生活していた。テレビでのドキュメンタリー番組フィンランド GP では昨シーズン、片山が世界チャンピオンを確定させた場所であり、この年のレースのパンフレットの表紙やポスターには片山の写真が使われていた。また、泉雄二が制作した片山隆沈のドキュメンタリー番組が木曜スペシャルで放送された。 タンクのストッパー片山は NS500 のタンクのシート側にコブのようなものをガムテープで取り付けていた。コーナーでハングオフした時に太ももをこのコブに当ててストッパーとしていた。モーターホーム片山パドックにモーターホームを入れている。全長は10メートルを超すと思われるほどの大きさである。そのモーターホームの外観は他のライダーたちのモーターホームもそうなのだが汚れている。 プライベートライダーたちのキャンパーの外観も汚れている。これはレースをしていく上で車体の汚れに気を使う余裕がないということを表している。片山のモーターホームの運転席はかなり高い位置にあり、運転席の隣の助手席は広く大人が二人座ることができるほどある。助手席の後ろには回転が可能な一人用の座席があるが、この座席もかなり大きい。 運転席後部から車体中央部まではソファーがあり、中央には取り外しができるテーブルが設置されている。この部分の広さは約3畳である。車体中央部分には台所があり、水はモーターホーム屋上に設置されたタンクから供給される。台所には流し台やレンジ、冷蔵庫、食品貯蔵庫などが設置されている。モーターホーム内の暖房はガス暖房である。 そして、モーターホームの設備を稼働させるための動力源は、ピットからケーブルで引いてきた電気である。台所の奥には、シャワールームとトイレ、クローゼットがある。クローゼットの中には、常時2から3着のライダースーツがかけられている。最後尾には、寝室があり、広さは4畳半ぐらいである。ソファーベッド式になっており、昼間は応接室のようにもなる。このモーターホームは、 2DK のマンションが車になったという感じである。モーターホームは価格が高いため一部のトップライダーしか所有することができなかった。パドックに最初にモーターホームを持ち込んだのはケニー・ロバーツであるが、片山はケニーのモーターホームを見て、翌年はケニーのものより大きなモーターホームを持ち込んだため、ケニーはムッとした表情を浮かべていた。最大のモーターホームを持っていたのは、 フレディスペンサーであった。活動拠点をオランダからフランスへ1985年、片山はレース活動の拠点をオランダからフランスのニースへ移した。片山の家の敷地内にはメカニックの杉原慎一と菅生幸樹の住居もある。片山の住居のガレージが NS500 の整備スペースである。十七年にチャンピオンを決めたフィンランドのイマトラはコース内に 踏切のジャンピングスポットがある、行動 GP コースであり、片山が得意としていたコースの一つである。また、70年代の雨のグランプリでは他を寄せ付けない、速さを見せ、雨の片山との異名を持っていた。このことから、片山は悪条喧嘩で速いと評する向きもあるが、70年代は、とにかく、速かったのである。 70年代末期から80年代初頭に開発が進まない NR500 と過ごした時期については、引退後の辞書、片山隆沈オーラレジェンド氏の文中、NR 時代を過ごしたおかげでヒラリング技術が低下したと、自らのコーナリングテクニックについて実0している。そんな不遇の80年代初頭には、ホンダでの GP 参戦すら叶わない状況の中、 市販ロードレーサー鈴木 RGB500 で4位入賞も果たしている。TZ350 での改装やテストもま,まらない 500cc クラスでのプライベート鈴木 RGB500 での上位入賞などを背景にすると、片山の走りとはどんなバイクも速くて規格に乗りこなせてしまう適応性が高いタイプ。 その過剰なまでの自信が当時常識を逸脱したホンダ n R4 ストローク 500cc の GP マシンでのチャレンジに向かわせたのだろうがレーサーとして油の乗り切った4年もの歳月を無駄に過ごした代償はあまりにも大きかったと以後のモータースポーツシーンで語られる場合が多い。出演映画出演が予定されていた映画ウェブサイト書籍雑誌ありがとうございます。